この赤いボタンを押してね。みんなこんにちは、いじちゃんです。パパです。みなくんです。はい、今日はいずちゃん、みなくん、パパの3人で戦ってもらいたいと思います。何で勝負をするかというと、じゃっじゃじゃーん、アンパンマンのボーリングです。こんな感じでとっても可愛いキャラクターのピンがありますね。コキンちゃんもいれば、赤ちゃんマンもメロンパンダちゃんもいます。ということで今からこれを開けて勝負をしたいと思います。はい。ピンを一番多く倒した人には景品があります。何をあげるかっていうと、こちらのアンパンマンペロペロチョコをプレゼントしたいと思います。イエーイ。で、パパはもちろん、パパはダメだよ、ね、まだパパは上手だから絶対に10本倒せちゃいます、はい、ということで、いずちゃんが持っているその目隠しをして戦ってもらいます。みんな1回だけ練習をしよう、はい、で、勝負は2回投げられます。だから10本倒した人が2人いれば、アンパンマンチョコを1人1個ずつあげます。はい、はい、では、ちょっと練習するよ。はい、じゃあみんな出してごらん。はい。あら、アンパンマン、ねえ、かわいいでしょ。ほら、こんな感じでね、いろんなキャラクターのボーリングのピンがあります。コキンちゃん、メロンパンダちゃん、うん、みんなね、ストライク狙えるかな。ストライク狙ってみよう。あ、ちゃんと、手のほら、あれだって、ほら、あ、ほんとだ、ちゃんと穴があるじゃん。ボールが2つ、すごいすごい、ちゃんとね、指を入れるところが3つあります。はい、このアンパンマンのピンの後ろにはこうやって数字が書いてあります。並べる順もこの順番に並べたいと思います。はい、じゃあ数字探してごらん。一番後ろから大きい数字だよ。3番、5番、4番、5番。で、こうやってね、三角形に並べるんだよね。8、そう、6番。はい、準備できました。ということで今から練習したいと思います。はい、指をどこに入れるか確認しています。そうできてる。はい、じゃあパパにまず見本を見せてもらいますよ。いきますよ。何それ。いきますよ。1回で3本を全部倒せばストライクだから10本クリアってことだね。え、さっきみんな、うん、じゃあ次、練習は1回しかできないから、次みなくんかいずちゃんやってごらん。いずがやる。何やったのよ。いずがやる。じゃあ次はみなくんやるよ。はい、じゃあみなくんやろう。うん、えいえい、おー、できるかな。立ってやんなくていいの。1本。みなくん残念。投げれば良かったかもしれない。これ練習だよ。練習だね。ね、練習1回しかできないからね。分かった？これでおしまい。じゃあ次、いずちゃんやりましょう。あれなんか違うよ。あらららら、なんかソフトボールみたいに今投げちゃったね。ということで、下からね、ゴロゴロゴロンってやるんだよ。では、いよいよ勝負をしたいと思います。一体誰がペロペロチョコをゲットできるのか。ボーリング大会スタート。みなくん行きたいと思います。はい、では、よーい、スタート。おっと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 。みなくん、残念。みなくんね、下にね、床につけてね、ボールをね、投げるといいよ。みなくん、では、2投目行きたいと思います。頑張れ、アンパンマンやってるんだよ。あ、すごい、みなくん、あ、5本、はい、あ、そうなの、すごい、5本だって。5本倒れました、みなくん、すごい。ということで、次、パチパチパチ、いずちゃんやってみよう。じゃあね、直してね、やろうね。はい、じゃあ、いずちゃんいきまーす。はい。では、よーい、スタート。お、あー、いずちゃん、すごいすごい。はい、いずちゃん、まず1投目は4本です。はい、次に、あと全部倒しちゃえば、ペロペロチョコもらえるかもしれないから頑張ってね。はい。では、いずちゃん、よーい、スタート。お、あー、いずちゃん1本倒れたかな。残りが4本ってことは6本倒したのかな。そうです。はい、じゃあいずちゃん6本倒した。イエーイ。では、パパが炭治郎の目隠しをしました。ということで今から投げてもらいます。6本以上投げられちゃったら、まるちゃん、あ、いずちゃん、みなくん負けなの。分かった？倒れませんようにってね。
いくよ。ねえ、倒れないでってね。まず1投目。その足。見てください。ゼロです。ゼロ。ではまた独特のポーズからお願いします。すごい。さすが。なんと9本倒れました。イエーイ。イエーイ。水ちゃん、みなくん、残念。パパがね、9本。こう。食べれるよ9本パパが倒してこの1本だけ残ったね。バイキンマンだけ残りました。ということでパパがペロペロチョコゲット。はい、では今から授与したいと思います。はい、パパが1位イズちゃん、2位ミナ君、3位ということでパパにペロペロチョコをあげたいと思います。イエーイ。ねえ、ちょっと悲しいよね。じゃあパパいただきましょう。あんぱん、ここバイキンマンだ。ここね、バイキンマンだね。ね、パパが勝ちましたので食べたいと思います。いただきます。いただきます。これやっぱり美味しいって。このアンパンマンのチョコっていうのは本当に美味しいですよね。いろんなこうやっぱりキャラクターか。食べた、食べちゃう、みなくも食べちゃう。だからやっぱアンパンマンってはどうですかね。アンパンマンっていうのはもうちょ、はい、一回だけみなくんといずちゃんにチャンスをあげます。二人でチャンスをあげます。このアンパンマンの大きいボールあるでしょ、いずちゃんみなくん。このボールをパパが投げた時にいずちゃんみなくんがキャッチしたらアンパンマンペロペロチョコをあげます。はい、じゃあ今からキャッチボールをします。一発でキャッチできたらアンパンマンチョコをゲットできます。やった。オッケーね。一回しかチャンスないからね、ちゃんと掴むんだよ。わかった。ではまず最初にやりたい人誰。イズ。イズね、いいよ。じゃあパパ練習しよう。すごい、はい、そんなスピードやんないで。キャッチだよ。イズちゃん頑張ってキャッチするんだよ。キャッチだよ。では一回だけのチャンス、よーい、ドン。はい。あ、できた。イズちゃんおめでとう。イズちゃんキャッチ成功ということでアンパンマンペロペロチョコゲット。すごい、パパも優しかった。じゃあ次ミナ君行きたいと思います。ではすごい近くから投げますよ。ミナ君頑張ってね。せーの。やばい。そうだよ。頑張って。いくよ。せーの。ふう。せーの。あ、できた。ミナ君キャッチ。イエーイ。ということでミナ君アパマンペロペロチョコゲット。おめでとう。だね、はい、パパが優しかったからゲットできました。イエーイ。はい、これは動画を見ているお友達はわかるかな。これは何でしょうか。みずちゃん誰だと思う。チーズ。あー、チーズか。じゃあ開けてみればわかるかな。うん。そしてみなくん、これは一体誰でしょうか。みなくん誰だと思う。チーズ。あ、チーズだった。当たってた。うん。あ、本当だ、チーズでした。これじゃあ食べてみましょう。これのパンタちゃんだよ。ね、いただきます。いただきます。いただきます。はい、イズちゃんはアンパンマン食べます。クリームパンタちゃんだった。あ、クリームパンタさんだったね。はい、さっきの影は答えはクリームパンタちゃんでした。いただきます。はい、いただきます。嬉しいね、うん、一発でキャッチできたもんね。ね、よかったね。またさ、こういうさ、遊びをしてさ、何かお菓子をゲットしよう。ね、今度はマリちゃんも一緒にやってね、4人でやりたいと思います。はい、はい、今日も見てくれてありがとう。